チャコンチャで考えたんだ。いきなり当たってきた時に首折れたと思ってリンゴばっかり食べて10キロ太ったリンゴダイエットで、リンゴダイエットで昔流行ってたらしい。ガマル乗馬元小結びのガガマルです。よろしくお願いします。今日はですね、はい、巨大力士ランキング、それ僕も含めてガガちゃんも含めてです、はい、ガガちゃんもかなり大きかったと思うんですけど。あ、そうですね。ですけど普通に力士の中にいるともうでかさが感じなくなるんですよ。で学校の普通の人見るとあ、これちっちゃいなと思って体重聞くと100キロぐらいあるんですよ。だからもう100キロでもちっちゃく感じる。みんな150以上だから。でもそれの中に非常にでかい人もいますよね。いますね。僕も非常の中に入ってたんですけどね。非常の中に入ってたんですけど普通に。じゃあ巨大力士ランキング第3位は、第3位は身長は琴欧州関。おー、はい、琴欧州関2メートル2メーター超えてますよね。はい、2メーター超えてたんですね。確かに大きい。相撲取りづらかったです。え、でもなんか前ガガちゃんが大きい人は中に潜れるから。あ、そうですけど中に潜れるって言ったらちょっと同じライバルで中に潜ったりそういうのできるかもしれないですけど、はいはい、大関ですし身長のそんなに違いがあると手の長さも変わってくるんで、当たると速攻回し取られて、で自分の形作って。琴欧州関は身長があったんですけど、ありました、ね、足腰が強くて、はい、腰がすごくそんな高くなかったんです。で、はい、もう足腰が強かったから力で潰されるんです。で動けなくなるんですよ。赤ちゃんが、はい、で僕は回し切り方とかもできなかったから切れなかった、はい、切れなくてやっぱ手長いと手伸びるじゃん、こうすると何してもだからそこはもうチャンスなかったですね。やっぱりそこは琴欧州関の素晴らしいところでしたんですね。あ、はい、え、ちなみに取り組みしてない時にお話ししたり、はい、そういうなんか関係ってあったんですか。僕が入った時には琴欧州関も大関だったんで、はい、上がった時、まあ、巡業とかは何回ぐらい食事させたぐらいで、はい、だったんですね、はい、大先輩ですもんね、ガガちゃんから。まあそうですね、大先輩し、僕は日本来た時にはクックの中になんかヒゲ剃るのでっかい看板で、はいはいはい、はい、2005、6年ですね、はい、でそこでうわーコスモさんこんなに素晴らしいなね、日本の玄関に外国人のコスモさんはすごいなと思って、はい、それが琴欧州関、琴欧州関でしたです。はい、かっこよくてすごい人気でしたもんね。人気でしたですね、男前で、はい、本当にすごかったんですから、はあ、強かったです、本当に強かったですね、はい、では巨大力士ランキング第2位は、第2位はまあ僕はいつももうそのいろんな時言ってるんですけど、バルト関。おお、やっぱり大きいですね。バルト関よく出しますね。バルト関はパワーというか大きさで言うとまた大きかった。そうですね、すごく全体的に、で大きい人はいろんな大きい人、僕も大きかったですけど、はい、お腹出たりとか、はい、そういう大きい人のイメージじゃないですか、はい、でもバルト関の場合にはもう全体的にバランスがすごく取れてたんです。手、腕、足もう全部すごく素晴らしかったですね。怪我とかなかったら横綱上がってもおかしくなかったと思いますね。バルト関にぶつかった時ってどんな感覚って。いや、もう最初稽古できるようになってから関取上がらないと関取と稽古させてくれないんですよ。そうなんですか、はい、幕下でいくら強いとか言っても相手はしてくれないから、もう絶対入れさせてくれないから、で僕は上がった時にはいきなり当たってきた時もう首折れたと思って、しばらくもう入らなかったです、土俵の中に。稽古場でね、稽古相手慣れたかなと思うぐらい転がしてたんで。じゃあそのガンってぶつかってその後ってどんな感じなんですか。徐々に力つけてきたらバルト。いや、なんか僕はずっと出稽古でいてて、なんで今まで自分の YouTube 見てる人は多分よくバルト関の名前よく出す、一番嬉しかった相撲とか、はい、一番勝った相撲とかっていうと、やっぱりすごくバルト関が強すぎて、はい、それは、もう稽古場でも勝ったこともないのに、はい、初めて当たって、で初めて勝ったんです、はい、稽古場では 一回も勝ったことない相手に本場所で勝つと超嬉しいです。だからそれ嬉しさは今までは自分の中には一番と挙げてるんです。なるほど、それぐらい勝てなかったんですね。勝てなかった、本当に勝てなかったです。では、はい、巨大力士ランキング第1位は、第1位は
北の海屋のオロラさんです。オロラさんでかいですね。オロラさんはめちゃくちゃでかかったんです。290キロ、もうほぼ300キロですね、はい、いやほぼ300だけど、多分あれじゃないですか、199のガガマルは200キロ認めないガガマルと一緒ね。そう、一緒じゃないかな。実はもう300キロあったと。 あってもおかしくなかったかなと思います。それはガガちゃんがこっち来て会った時からもう大きかったですか。もうすごくでかかったんですね。本当のお相撲さんでしたね。はい、よくお客さんからなんかお相撲さんの隣にいるとちっちゃく感じますよなって言われてたんですよ、はいはい、でそれがオロラさんの隣僕は立つとあこういう気持ちでお客さん言われてるなと思いながらそうそうだからよう気持ちがオロラさんの隣でそういう気持ちが分かってたんでなるほどね。練習しててあれぐらい体大きいってどういう形なんですか。いやでも自分の体で自分の相撲があってで、それ以上が増えると使えない体重もダメなんです。重すぎても、ね、重すぎてもダメなんです、はい、僕もだってもう本当に抑えてたんです。あれで抑えてたって言ってもおかしいですけどあれで230キロもう超えてもおかしくなかったです。でも本当ダイエットしたりとかもうささみだけしか食べない時もありましたんです。やっぱりずっとは食べ続けると自分の仕事ができなくなるってことなんで、動けなくなって、なるほど、だから体作るっていうのはでかくなるだけじゃなくて、体作るって言ったり言うと自分の素も取れる体が作らないとダメなんです。そういうこと、考えて自分の素に合って体を作らないといけないんで、体に合った体重はちょっと邪魔してたなっては感じがありましたですね。そういうことなんですね。はい、そうですね。そう思うとオーロラ関はもうちょっと体重減らしてもよかったかもしれないですけど、食べちゃうんですか。いや太りやすい人はどんだけ体痩せるのも大変なの僕は一番わかるんで。そうなんですね、はい、だからオーロラさんはもう本当かどうかわかんないですけど、はい、ダイエットしてリンゴばっかり食べて10キロ太ったって聞いたことある。リンゴダイエットで、はい、リンゴダイエットで昔流行ってたらしいんで部屋で届いたリンゴを食べて10キロ増えた。どんだけ食べたのかな。やっぱり特に部屋にいると美味しいものばっかりだからすぐ食べちゃうんですね、はい、オーロラさんやっぱご飯めっちゃ食べてるなって。あ、めっちゃ丼もこんなでした何回取りに行くのもめんどくさいから、でっかいボールみたいにサラダ、一般の家で普通にサラダ作るぐらいに山折り入れて、はい、僕はそこで鰹節かけてマヨネーズかけて醤油かけると好きだったんですよ。それは増えるよな。めちゃめちゃ食べてたんです。ここまでを見てくれた皆さん本当にありがとうございます。これからも楽しんでもらえれば嬉しいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。